こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。これ晩ご飯だね。月曜日のだな。白菜を細切りにするよ。私はね、サラダで食べるときには繊維に沿って切ってる。その方がね、食感が好きで、軽く塩もみです。朝編集してたのにさ、いろいろしてたら揚げるの遅くなっちゃったで、分量これね、そうそう、朝ね編集を終わらせてそのまま声入れてさ揚げればよかったんだけど、いろいろねどこそこ掃除してたらね、こんな時間になっちゃったもう昼になったたらね、よく混ぜて、これ白菜のさ、水気をしっかり絞るよ。で、私はね、これ編集しながら気づいたけど、いつもさ、コーンを入れるのに、コーン入れ忘れてました。でも美味しかったよ。で、全体をあえて、これでね、白菜コールスローの出来上がりです。そう、そして今日はさ、朝起きた時にトトが、もう昨日帰ってきたのが5時半ぐらいだったのよね。だからもうゆっくりしとけばって言ったから、もうね、速攻お言葉に甘えてありがとうって言いながらね、ゆっくりしたの。したのって何の報告よね。で、これはね、油揚げね、あのいつものダイソーのさ、五目ひじきミックスかな、あれあれね、コスモス、全国にはないと思うけどさ、コスモスっていうねところにも売ってたよ。そしたら油を熱して五目ひじきミックスとその他の具材たちを炒め合わせるよ。そう、またさ、テロップ書いてるからお話しゃべっちゃうけどさ、昨日ね、待ち時間がかなりこう、やっぱ年末だからさ、病院も混むのね、なんか知らんけどさ、だから待ち時間がすごいかかって、お昼を食べに、ほら、なんだ、病院の食堂で食べようかなって言ってたけど、結局さ、待ち時間の関係でお昼もね食べれずに、息子がめちゃくちゃもうぐずぐずお腹が減って動けないしってさ、もう機嫌も悪くなって、でも結局病院が終わってからイオンに連れて行って、あのフードコートだっけ、いろいろ入ってるよ、そこでね、何食べるか決めるっつって、ちょうどペッパーランチの前通ったら、肉が食べたいって。そう。んで、昨日はね、息子はね、病院が終わってから3時ぐらいだったかな、お昼ご飯。ペッパーランチのさ、ペッパーライス、あれをね、L サイズでね、ペロリと完食しました。めちゃくちゃお腹が減ってたみたい。そうよね、いつもさ、だいたい12時ぐらいでしょ、給食も。それを3時間も過ぎちゃえばお腹も減るよね。で、これはね、この日は鶏肉をさ、切ってあるやつを 800g まとめて冷凍してたから、私が 800g まとめて解凍してたの。うん、まとめて。だからね、鶏じゃがにしたのよね。で、お肉、鶏肉をさ、炒めるでしょ。で、いつも今までだったらさ、ストーブで作って無水で作ってたんだけど、このね、長谷園の味噌汁土鍋でもね、無水調理できる。公式ではさ、これは無水調理ができるとは書いてないけど、こんだけ厚みがあったらね、無水調理もできる。そして短時間で火も入るからね。
でね、やっぱり芋の美味しさが際立つなって感じた。でさ、鶏肉にあらかた火が入ったら他の具材もドドンと入れて炒め合わせるよ。で、全体にさ油が回ったら分量、これね、和風だしと薄口醤油が大さじ2、あとみりんが大さじ1。もういつもストーブで作ってる時と一緒、こんだけで水は一滴も入れてないけどね、後からねしっかり水分が出てる。で、調味料をちゃちゃっとまじま、なんて今ベロが回らなかった、なじませたら蓋をして弱火でコトコト、私はね10分こ炊いてさ、あとはもう余熱でさ、ほらお水入れてないけどね、ちゃんとね野菜の水分とかでね、うん、できてるの。だからストーブとか土鍋とかもないっていういう時にはさ、ちょっと厚手の鍋でね作れば作れるからね、無水でね。で、鶏肉でね、この日は鶏汁をしたので、大根と人参はもう食べやすい大きさ、かっこ適当ね私の言うもう食べやすいは適当なんだけど、食べやすい大きさに切って、で、他の具もね、これおでん用のこんにゃくがね残ってたから、もうこの三角のやつを切り刻んだ。で、油揚げはねキッチンペーパーで挟んで油抜きして、適当に切るよでも長ネギはね、あら、またコロコロ転がっていくんだ、これもうぶつ切りね。そしたらね、これもね、編集しながら気づいたけど、私間違えて米油をね使ってるでしょう。ごま油の方が美味しいからね。だからね、なんかちょっとね、いつもと味が変わったなって、違うなと思ったらね、編集してて気づいた。あら、ごま油じゃないじゃんこれって。なんでこんなボケてるんだろうね。もう自分でも困っちゃう。ほんとにびっくりしちゃった。そしたらごぼうも入れてさ、鶏肉とごぼうはしっかりじっくり炒め合わせるよ。ね、これごま油でね炒め合わせるの。そしたらめちゃくちゃ旨味が増すからね。で、他の具材たちもドドンと入れて、この日は切りすぎた白菜も入れちゃうんだけど、まあまあえらいこっちゃ山盛りてんこ盛りになったまあでも大丈夫よ、あの葉物野菜はね火を通せばへにょってなるから。でね、こんだけたっぷり鶏汁を作ったから、昨日はもうほら病院で遅く帰ってきたでしょう。だからね、このね、鶏汁にコチュジャンを足してうどんを入れて煮込みうどんにした美味しいよ、それでもね。あら、またいらんこと喋ってたら分量消えた。まあでもまたね、最後の方と概要欄にも書いてるから、まあいっか。そしたらさ、蓋をしてひと煮立ちさせるよ。でもあとはね、お味噌を溶いてだね。残ったらね、ほんとね、まあ1日目は普通で食べてさ、2日目はコチュジャンを入れて煮込みうどんにしてもね、ほんとに美味しい。1回作れば2度美味しいからね。そしたらね、まあこんなにね具材がいっぱい入ってるのに、最後にね、はい、仕上げにネギをね入れて、これでさ、グラッてひと煮立ちして、刺してか、でも出来上がりだね。
もう月曜日はね、こんな感じで鳥さん尽くしでした。で、材料と分量これです。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ねえ、遅くなっちゃったけど、月曜日の晩ご飯でした。ではでは、バイバーイ。